4次方程式なんちゃらかんちゃらが1と3を解に持つよっつってます。じゃあその時の A と B の値な。であと他の解を求めろと。まあどれもとりあえず1と3を解に持つよいうふうに言ってくれてんねんから代入まあしろってことでしょ。で連立じゃないですか。ということで1入れてみましょうか。そうすると1引く A 引く1足す16足す B イコール0ですかっていうのと、3代入したら、81引く 27A 引く、9足す 3×3 が368やから48か足す B かイコール0ですね。で、これで連立しましょうと。もうそのまま引き算、まあいや、とりあえず1回整理するで。そうすると、マイナス A。で、1がこれ消えちゃうんですか、ここでね。倍倍って消えちゃいます。で、足す B。まあ、イコールにします こうしてみますか。数字はじゃあ右に持っていくってことで。まあ、全然いいんですけどね、左のままでも。マイナス 27A の足す B の数字はこれ何ぼですか。ここ計算した方がいいかな。これ計算したらこれ39かやな。に足したらええねんから、120か。こっちも出てマイナス120なのかな。はい。で、このまま引き算しましょう。そうすると、ここがプラス27になりますんで、26A かな。で、ここもプラスに変わりますんで、なんぼですか、プラスの、104ですか。ということで、A は26分の104ということですね。100分しましょう。26でいけますか、5まで、4でいけるんじゃん。4じゃないですか。6、4、20、4の4、2が8やもん。オッケー、危ない。はい、で、A が出ましたんで、じゃあ B も出ますよと。上の方を使ったら楽ですよね。マイナス4プラス B、イコール、マイナス16ということなんで、この B がこれ出ました。マイナス12ですか。はい、A と B の値出てしまいました。ということは、式が完成しましたよと。x の4乗マイナスの a が4やもんな。4x の3乗でからマイナス x の2乗プラス 16x で b がマイナス12やからマイナス12イコール0というふうにかとなってますと。じゃああとはこれを因数分解していって、もう一つの解を出しましょうということですね。で、どうします。まあ一応解がもう1と3って分かってるんで、これとこれが出るんが分かってるんですよ、もうね。で残りだけを考えればいいんで、ここちょっと展開しますか、1回。そうすると、x の2乗マイナス 4x プラスの3ってなりますんで、要はこれでさ、この子を割ったら、その時の商がここになるわけよ。なんで割ればいいんですけども、割ってくださいと。そうすると、これ暗算でいけますか？ちょっと無理ですかね。試してみますか。2乗やろ、どうせ。で、ここが、どうせマイナス4やろ。で、どうせこれ真ん中1個あるだけやね。なんちゃら X があるだけやから、そこだけ調べたんやろ。3乗になるものを調べてみますか。そうすると、この子とこの子で、マイナス 4X の3乗が出ます。こいつとこいつで、なんちゃら X の3乗やろ。でもマイナス 4? X の3乗終わってしもうてるよ。ってことは、これで終わりちゃう、もしかして。ほんまに？ちょっと待って。これとこれで4乗やろ。でからこれとこれでマイナス4の、こいつでマイナス4の2乗。いや、無理ですよね。これ3乗や、3乗。ごめん。3乗はだから、これとこれか。で、これが出てくるんか。2乗は、この子でマイナス4、この子でプラス3やからマイナスや。あ、いったかもしれん。これもう終わりじゃん。これで X が出て、これで数字やろ。あ、終わったわ。ほな、ここ。これもう一回因数分解できますんで、ちょっとこれごめんね。ここはただの、あれな、メモ書きやったからな。x-1、x-3、これ x プラス2と x-2 になるのかな。これね。よいしょ。2イコール0と。ここのあれな、ここの式は、普通にこれを、こいつで割ってよ。そしたら、その時、小がこれになるからずやからね。で、あとはそれを因数分解しましょうというだけの話です。さあ、そうすると、解が1と3とプラスマイナス2って出たんやな。
で、今回他の会話って言われてますんで、まあ、ここの1、3はすでにね、もう出てますんで、他の会話今回こっち側だけやと。ということで、x イコールプラスマイナス2が他の会だということでございました。